Come by. Bence yok abi, ben zor sürdüm mesela. Tamam öyle bu sırada. Siz sonra hiç kez o. Nasıl bir yöne bize şey sakın ha. Yama kulağı nasıl olur herkese. Acaba bu hamba burada. Şuan sana şimdi de sahi. Bu sigara nasıl bir ne? Sosuva, yapayamaz. Bu konuyu tamam mı ki ya? Tamam anne. Sen İsmail, ne sizden diyorsun? Bakıyorsun. Niye ben asamıza ya? Bu konuyla kışkıyım bakacağım üzüme. Lan ne koydun? Çünkü Allah'tan istiyorum. Nasıl karanci? Kega, o kadar istiyorsun. Yalnız ben bayağı bunun çıkıysa. Kaya mimikliği var çünkü. Kaya mimikliği var. Kavuşluğunu çizsel. Sizinle hatta attım. Hayır bakayım ya bunu. Ya da böyle okula da okula. Hani sonuna vurdum bu okula ya. そこに入らせな。まあ、小学校の方はね、毎日海行きましたからね。海と泳いで、釣りして。 고마워요. 그래. 그래. 그래도 어머니는 그래도. 지금 그 3년 생으로 그래. 진짜 そうなんだわ、あるじゃないですか。あれね、担任に呼び出されて、お前の指示では子が難しいぞって言われて、いや、でも受けます。じゃあ、指示だったんでね。効率も受けましたけど。 蓋を開けたら、やっぱり第一志望が失格で第二志望の効率に通ったんですけども。相談して、なんか、僕の言われてね、腹立ってね。 先生の靴箱に靴は履いてありました。すいませんでした。今になって言いますけど。やじやすですね。
あとね、うちの車、あと50キロ走ったら14万キロ達成なんですよ。でもまだまだ走るかな、どうしようかなと思ってるけど、まあ、エンジニアの人はそろそろ考えた方がいいんじゃないかっていうんですよね。どう思いますか、皆さんは。14万キロって、あ、普通にあるのかな、わかんないけど。あのね、車で走ってたら、いきなり鳩がね、目の真ん前を横切るわけよ。やまじにブレーキ踏んで、避けたんだけど、なんか、鉄のパイプみたいなもんで、修理してる部分に接触しちゃったんですよ。左目が開いちゃって、あとはまあ大丈夫なかったんですけどね。あのクソバトどうしよう、と思って。でも、どんだけしてもわからんしな。私は、まあ、今までは海に行けなかったな。この先もね、行きたかったんですけども、ちょっと無理でしたね。そうだ、この間、子犬がいたんですよ。この前かな、生後2ヶ月ぐらいかな。で、遊んでやるととても喜ぶんですけども、張り切りすぎて、こっち見ながら前前進むから、遠くに止まってた車の地図データのナンバーに、ガーンって構造部、直撃して、キャイーンって言って、もう笑っちゃいましたね。何気に毎日食べてるけど、米ってすごいうまいですね。米がないと料理が成熟しないっていう場面もありますしね。とか言って、これが鹿的なんですよ。で、それ食べ続けたら、コバエじゃないわ、なんちゅうの、米虫なんか湧いちゃって、食べれなくなったんで、処分して、今日は大事に買ってきました。例えば80問題っていうのがありますね。親が80になって、子供が50になった時、介護していかなきゃいけないという現実がね、実際あるんでしょうね。ただ、やっぱり親にしてみれば、子供に介護されるのは嫌だろうなと思いながら、病院のね、送り迎えぐらいはしますよ。ただ生活のね、範囲がどこまで安いのか。は、
Nasıl bir lan? Kanka yansı mı sikiyor? Yeni bir saç mı sikiyor? Kıraim olsan da manye. でも犬に餌やる時もう遠く行って当たり前になりますよね。猫はそんなことないんだけど犬はもう常にお腹空いてる状態なのかな。もうコロナワクチン終わりましたから僕は2回目終わりまして今のところ3回打つ必要ないみたいだからこれで終わりなのかなと思ってるんですけどね。ニュースで味だけど感染者は5000万人とか、日本のね。それマジかよと思うけど、毎日東京なんか3000人とか4000人とか行くでしょ。大阪だってもう最近増えてきて、緊急事態宣言されましたよね。喉の手術で。んで、大病院なんですけども、息子が分からなくて、とりあえずエレベーター乗ってみようと思って、エレベーター乗って、そしたら女の人が入ってきて、んで、ドア閉めて、何がですかって言ったんですよ。そしたら何かお願いしますって言って、途端に、ニコニコ動画の人ですね、って言われて、俺マスク顔出してないし、なんで分かったんだ。病院の中でね、こんなマスクするのは無茶がありますからね。何で分かったんだ。やっぱ声かな。ガラガラで覚えてるから。あのね、またね、東京に隠れ家っていうか、マンションがあるんですけども、そこの管理人さんはね、そんなことよく知らないんですよ。で、ある時期になると、そこに行って生活するんだから、そんなこと知らないんですよね。毎日顔すりゃわかるんですけども、もう痛いなかったりするんで、そしたらエレベーターホールのところに最近不審者がいますので気をつけてくださいって、張り紙がされたんですね。それで、俺が誰と一緒にそこにいるかっていうと、その掲示板あっという間に撤去されました。やっぱ不安に思ってたんですかね。ある日ね、神田具合を歩いてたんですよ。そしたらね、まあ多分中国か韓国かの人だと思うんですけども、お兄さん、お兄さん、遊びに行きましょうとか言って、腕引っ張るわけですよ。いやいやいや、俺はもうそんなんじゃないからって言っても、お兄さん、ちょっとだけ、ちょっとだけ、聞かないんですよね。ここで説教を食らわしても、なんだなと思って、いやもう俺本当にお金も持ってないんで、ごめんなさいって言って帰ったんですけどね、怖いですよね。
できないんですよね。お客さんを事務所みたいに設定して、で、それでいくらかもらう。客は女の子と一緒になって、マッサージという名目でマッサージしてもらうんですけども、ある日ね、麻薬で引っかかっちゃって、そこに行くことになったんですよ。そんな、全然エッチな店ではないですよ。ただ本当に純粋にマッサージしてくれます。背中に乗ってもらうのはね、すんごい気持ちいいの。ボイボイしちゃってね。その店の従業員かな、年はそこそこいってる感じだったんですけども、あなた韓国に来ればモテるよって言われて、え、マジでそんな価値あるのみたいにね、お兄さん韓国に来たらモテるよ、この言葉がね頭が離れない、韓国に行こう韓国に行こうって思ってても、そんなんね、山草揚げって言うんですよ。山の草揚げ、中国でしか栽培されてないみたいで、中国は食に関していろいろ問題があったでしょう。独自業者とかありましたしね。でもね、ここは日本の会社が経営していて、本当にすごいしっかりしてるんで安心して食べられます。考え出した人、歴史上のすごい人なんですけども、真似させてもらいました。すいません。もうしないと思いますけど、するかもしれません。こんな発想なかったからね。まあ、今日は美味しいご飯をいっぱい食べました。それでは、今日ごちそうさまでした。